メジャーリーグ史上最高のショート守備がこちら。人間やめてて草。たまたま放ってファーストに届いたわけじゃないなら神業だ。マジでめちゃくちゃすごいやん、なんてやつ。MLB ってジャンピングスローが異常に多いけど、物理的に考えて地面と接地してた方が到達速度速いに決まってるよな。投げてからの球速が遅くなってもモーションキャンセルできるからジャンピングの方が速いと思う。これ誰？クロフォード？ JP クロフォードやな。えぐい方やな。それに補給できるとこに投げられてんのもすごい。かなり深く守ってるし日本人やと絶対届かん。メジャーはデュエインって感じの送球、日本はピュって感じ。メジャーの選手って異常に肩強いよな。こんなん笑うわ。